本日も始まりました。せーの、フェスティーヴァ。ーーよろしくお願いします。ワン、ワン。こんにちは。安心感がありますね。そうですね。はい。改めまして、番組 MC の松井健人です。ミハイルです。よろしくお願いします。いますはい、本日も元気よく、僕ら二人でお送りしていきたいと思うんですけども。この番組はですね、改めてなんですが、まあ、名古屋、愛知、東海のもの、人。 ことにスポットライトを当てながらさまざまな角度から情報を発信していこうという番組になっております。よろしくお願いします。二番が来ましたよ。とうとう来たか。はい。<laughs> これだ。来ましたよ。ファンの方々お待ちかねです。お待ちかねです、えー。恒例のツイッターアカウントこちら記載のある O W A Z パンファム。<laughs> <laughs> <laughs> こちらのアカウントまで<あ>何か。 <laughs> ご質問などあれば、お越しください。お願いします。パオファームです。よろしくお願いします。え、今日も明るいね。明るい、なんかね、今日かねあの中で明るいね。なんかね、四月はなんと2回とも、うんえー、収録というね。 あ,あ、そうなんだ。え、今日夜じゃないの？夜じゃないですよ。今時間帯を見るとね、今多分ご覧になっている皆さんの時間帯は多分金曜日の19時なんですよ。19時なんだ。今みんなこれから花木行こうぜとか、はいはい、今週も終わったでうえーっていうふうな気持ちでいると思うんですよ。うん、なるほど。なのですが、今僕らは時空はですね、今水曜日なんです。軸<空>？<laughs> あ、ごめん。続けて。時空はですねあのなんとあとあのちょっと。 水曜日のねっすね今16時に収録収録収録をさせてもらっています今日水曜日なんだはいまだ折り返しですわまだ折り返しですね折り返しなんですけどちょっと花金の日も出でいきましょうそうだねもう気持ちは浮かれてるから気持ちああこのあと仕事終わったら飲みに行くぞとかってねモード入らんやんけ絶対水曜日やん最近っていうか最近というか今日気づいたことがあるよ今日久しぶりに前髪を下ろしてみたんやあほだよく見て 可愛くね。本日もスタッフさん優しいです。いい、ありがとうございます。今日可愛いね。俺美醜い。やっぱね、でもあれですよ。あの髪下ろしてると、あの若く見える。確かにね。僕もです。この光もあるからね。見てこの。相当白いよ。ほら、これ。やめよう。もうね、俺もなんか最近下ろしたり上げたりするんですけど。上げてるとやっぱりなんかこうさ、熱感。 うんうんうんビジネスマンみたいな感じまあ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 そうだね下ろしてるとなんかあのー、マスクすると学生に見えるもんうんうんうん、うん、ケイタはなんかね若いと可愛い,いがかわち も夕方だだんま夜じゃないから夜じゃないからボードがね入らないんですよそうかそうかかわちいねかわいいねしかもですね画面の奥の皆さん本日はですねなんとなんと画面の奥の皆さん画面の前の皆さん内蔵されてるタイプの方が貞こみたいななるほどねしかも本日なんですけど本日はい本日の回なんですけど久しぶりにですねなんとスペシャル回になってました はい、僕とミハエルの二人のコーナーでございます。いや、物はいいよ。<laughs> <laughs> <laughs> のはいいようだよ <laughs> あのゲストさんがねお声掛けさせてもらってたんですけどもあの、まあ、いろんな予定がちょっとやっぱ日中の平日だからなかなかね呼びたい方がちょっと来られなかったりとかっりそうなんです、ね、そう学生もちょっと授業があったりして来れないっていうのもありまして若い人たちになかなかスポットライトが当てられないというところもありまして本日はちょっとあのスペシャル回で2人でお送りしております、うん、ジャパネット張りのャパはットようのものは言い,いようです <laughs> もろで結構あの僕ら今日はあの四十分間喋り倒す会で、あのしかも生放送じゃないからさあのなんかこうインスタグラムライブとかいつもさコメント読んでマッチングしてあったじゃないですかっていうあのオーディエンスもないんですよ。で今日は我々この密室の空間二人とあのスタッフさんのあ三人でお送りしておりますのであのよろしくお願いいたします。ちょっと一つだけ新しいギミック追加してもいい。ギミックマゼさんあのあれあれ撮ってもいい？赤色赤色のやつ。あれずっと使ってみたかったんだよねこれ。 今まで使ったことがないんですよこちらあったのは知ってたあったのは知ってたよこれねこれだってはるか昔に文化祭、はい、高校の文化祭で使った記憶がある。 あ使った、これ。うん、あ、ごめんなさい。すみません。<laughs> ちょっとまだ初心者なの,ので、なかなかならないとね。ちょっと丸童貞でごめんなさい。じゃ、まあ、今日はね、あの、いろんな話をしながら、あの、まあ、四十分間、50分間、お送りしていきたいなと思うんですけど。はい。まあ、今日はね、あの、三つの三本仕立てでお送りしたいなと思っていまして。はい。一つ目が、まあ、あの、過去の回を振り返ろうと。うん,うん。まあ、あの。 12月にさお試しで我々始めて始めますね 1>, 1月2月3月で4月とある種4か月約やらせていただいているので、うん、まあ,ある種年間でいうとさまあシーズンというかねあの四半期が終わったというかそうだねなのでまあそこのまあ振り返りをさせてもらいたいなと思うのが1つ目 2>,、はい、1> どど2つ目がシンプルにあの我々のこうちょっとなんか話したいなっていう各々のさネタをちょっとなんかこう深掘りしながら話がしたいなっていうのが2つ目 2> はいどうぞ。 三つ目は、あの間違えた二つしかなったわ。二つ,、はい、<laughs> つでお送りしたいなと思います。<laughs> はい。ありがとうございます。はい、あ、よろしくお願いします。ということでね、あのまず過去の回をね、振り返ってみたいなと思うんですよ。はい,はいはい。今で何回目だろう。うん、えっと十二月。 1月1月2月2月3月3月4月4月9回ぐらい今放送してるんです9回もやった実は9回ぐらいあって途中であのどっちかがおらんっていう回もああまあまあまあそうすると12月に1回やって1月に2回放送して2月に2回放送して3月に2回放送して4月の今日で2回目うーん 2> なので計9回ぐらい意外とやってるんだね意外と俺たちね 放送慣れしてきたなんかねちょっとこ慣れし感「どういやフェスティブ名古屋です」とか言ったけどだんだんか皆さんともフェスティブ名古屋のやつってんかすますような感じでなどうでしたかこの9回の放送を通じて例えばんか全部の回もろかったと思うんですけどんかちょっと印象に残ってるなみな回とかありま印象に残ってるのはねそうだね まあ。<laughs> ニュースキャスターみたいです。ありがとうございます。次はお天気です。まあ、ちょっとね、印象に残ってるというか、うん、あ、なんかちょっと。反省だったな、みたいな感じで思ってるのはあるよ、一つ。<laughs> <ぞ>なんだと思います。なんだと思うあのー。いや、多分、ね、わかる。そうね。あ、多分、はい。

<laughs> <laughs> あれはねちょっとまあ良くなかったね個人的にね、まあ、多分あの時ケータさんはねあのもう本当に先輩目線でねこう適切なこうアドバイスを使用しようと思った結果、ね、もういろんなこうあの心にうがったくるよう,だねそうなね結局。 あのなんか僕昨日もよくですねあの皆さんやられますかあの人格診断みたいなのあるじゃないですかす、ね、よくか韓国のやつとか日本のやつとか何でもそうなんですけど、うん、まあ大抵僕出てくる過剰書きのラインナップの,、うん、あの一番上に出てくるのが「好き嫌いがあの明確」とか「あ信念がある」とか、うん、なんかそういったなんか診が えと伴ってない行動に対して僕多分結構厳しいタイプの人なんですけど曲がったことが大っ嫌いだってばよみたいな渦巻がばっかナルと的なそういうメンタル、うん、メンタルを持っている状況ではあるので、うんはい、は,いはい。らちょっとこの間ねお越しいただいた時にいろいろ話を聞いて。 えと確か学生の、うん、えと今の授業はクソだ、うん、みたいなはいはい、はい、言ってましたね。言ってましたよね、うん、ああそうなんだみたいなあまあまあでもクソと捉えるかどうかってなんかねその人それぞれ次第なんだろうなとかって思ったり、うん、結局受け取りって次第なわけでネットサーフィンとかしててもそうだけど、はい、まあ例えば、えー、なんだろうな岸田政権の支持率が低下してますみたいなだからこのままだと日本やばいみたいな。はいはい なんかあったりするじゃんこ,こんなねありきたりなニュースあるやんはい、はい、それを見てあそんなん日本やばいんだと思うのか、うん、あそっかじゃあ今日本政府が下がっているいうことは、えー、と日本の株価が下がってるから世界株の方に投資しようみたいな形でなんか発想転換して自分でポジティブに変換できるかってその人のポジティブ力次第なわけじゃないですか。ははははいはい、はい、はい,はい,はい、はい かもずっとね額面的にこう,やこういういうに見続けても物事ってまあ解決する時もあるけどほとんどが多分解決しないと思うしなんか自分の意見っていうのをちゃんと持って持った上でえと例えばこの間の話題見たく今の授業は。 クソだっていうふうに唱えるんだったら俺はもうすごくあなるほどそういう視点もあったんだっていうふうに思えるからよかったんだけどもうただクソって嘆くだけだったら誰でもできるなっていうふうに思ったのが正直な本音だったは <laughs>、はい、あの俺もね当日ねあのゲストをね呼んだ側ではあったけど恵太の,ヘタのこうある種先輩としてのこうねあのこう的確なね指摘を受けてあの若干 彼の、あの、マニュフェスト的なところ、だいぶ、あの、刺激を受けてたよ。あ,あ、そうなんだ。<laughs> うん、<laughs> で、あの子もね、あの、やっぱ結果的に、ちょっと、ダメだったんですね。うんうん、あの、しょうの、だめだったんですけど。票数としては、今、ニュースでも出てるんだけど、一応千四百票ぐらい集まった、うん。あ、そうだね。見みたみたい、結構集まってて、ね。そう,そうそう、千四百万票数として、まあ、結構さ。名古屋市議とかって、こう、二三百票で落ち着く人もいればね。うん、めちゃくちゃ頑張っ。 やってるけどやっぱ500ぐらいしかつまんなかったっていうふうな本当にもういろんな努力の形があると思うんですけど、うん、まあ昭和区だったかな昭和区ってやっぱ学生がね大学がちょいちょいあるからねうん、うん、そこにこうなんか頑張ってアプローチをしとったんかなっていうのとあとケイタとアズーリもこの番組を通じて若干のこう考えをこう <laughs> <laughs> 考えをこう新しくした上でこう街頭演説とかしてたのかなっていうのは。 あんかまあすごく、まあ、そもそも出馬するっていうこと自体が勇気ある行動だし他の人とは絶対違う行動だからそれすごくなんだろう応援したいなっていうふうに思えるからこそ、うん、なんだろうそこのシーンって本当にそれで合ってるのみたいな、うん、そもっともっと応援してもらえる人たちたくさん増やさないと結果的にさその出馬したいがゴールじゃなくて出馬したその先に学生がっと学生が ももっともっっとと幸せにななれるようなプログラムを作ったり、うん、えと名古屋がもっと盛り上がるように、うん、あの他県からさもっと人を流入,流,通させあの流入させたりみたいなところが目的だったわけなのでなのにその手前の出馬の段階がもう手段じゃなくてゴールになっちゃってるのがなんかちょっと出落ち感強かったなみたいな、うん、そんな印象でしたね。<laughs> <laughs> 的確なご指揮を ありがだからちょっとそこがまあ印象深くもあり、うん、なんかでも個人的にはそこなんかちょっとだいぶヒートアップしすぎてだいぶあのこんな表情とかではなくて「えで?」みたいな。 某,某さあのマネの、まあ、名前マネの虎みたいな感じなんの投資してほしいとい,いう人に対してそれはどういうふうにスケールするのみたいな感じなんかあの出す側の人になってたから番組のコーナーとしてはちょっと変えてもよかったかなと思ったのででもね確かにそれもあるしねあの俺もねなんか印象に残ってる回結構毎回さ個性的な,がな人が来るじゃん一番あの笑いが生まれたなと思ったのはやっぱクラチく君。 はいはいはいまあまあまあそうやねやっぱあのおにぎりくんっていうさねちょっとあの どでかい子がさ来た時の会はやっぱ僕らの後輩でもあったからすごいなんか笑いが生まれてあの番組中にツボ入るとかうん、うん、でもあったし初回一番初めのゲスト、うん、でその次の次ぐらいかなに龍二君っていうね僕らと同い年のねど祭りの子が来たんだけどやっぱそこはなんか前まではさ学生の頃に僕たちもさもう汗だくでそこの白川公園とかさで踊ってた仲間が今なんかそれぞれのさ授業をしながら。 あのそれぞれある種リーダー的なポジションで、ね、頑張りながらもなんか昔ながらの話をするみたいなうん、うん、はなんかちょっと来るものがあったよねはい、はい、確かにね、うん、やっぱニュースキャスターっぽい状態。<laughs> <laughs> <laughs> 逆になんかね皆さんもなんかこうさ見てる方々もさどの回がなんかこうおもろかった、うん、まあねえ多分 YouTube のアーカイブに残ってるかなと思うので、うん、まあねその中で、ね、見てもらってどの回がおもろかったかなっていうのをちょっとコメントとかでもらったら、ねそうだね、俺は多分こっそり見に行くと思うので、うんでそういう回もちょっといろいろと深掘りできると嬉しいなと思いますね。でででもややっっぱあれだだね、うん、あのこうやって2人で話せるってだけで まず幸せだね。<laughs> <laughs> 急な <laughs> あでも確かに今弱かったなんかそうだなと思って高校三年間僕ら同じクラスで今僕ら二十もうこの前八になって僕も二十九になるんですよね。うん、でも卒業しても十年経つんですよね。あ,あまあまあそそれもそうやけど、うん、なんか。 一人の海音君があって単純にこうやってあの言葉を投げた時にちゃんと言葉が返ってくるって <laughs> この空間ってすごいいいよね, <laughs> <laughs> あのね。この前さ、あのーね、ミハイル君が一人の回やったじゃないですか。であの僕の,あの気持ち悪い写真がずっと右下に載 <laughs>、ね、ってる状態で、あのー、やってたんですよ。で、あのー、撮影が終わってから、あのー、あの個人で LINE が来て。 マジで見てほしいみたいな <laughs> この回はマジでカオスだからマジで見てほしいみたいな感じでこれ出るんかい出るんかい <laughs> この写真, <laughs> の写真ずっとこうやって話しかけてたこと聞こえてるかちょっ待ってこれ聞こえてるかこれいつの写真これ,これ結婚式結婚式だ誰の結婚式友平の結婚この写真がずっとありながらあのね、うん、ミハイル君がずっと語りかけてた回があったんですよ前半5分10分、うんそうね、あれはねおもろかった <laughs> 写,写真あのスクショしたのさすがに <laughs> でその翌週に僕だったじゃないですかで、まあ、なんかねミハエルがさ「いやもう一人きついぜ」みたいな話をしてて「いやまたまた」みたいな「いけるでしょ」と思ってあのスケオ店長だ <laughs> 俺の会はスケオ店長を呼んでやったけどもの <laughs> の3分でも無理だった <laughs> もう入って入ってます <laughs> 台本度外しでいやそうだよね 確かにありがたいね一人でなんか5分10分しゃべるってさ、うん、な,んかなかなか心折れるよね<れ>やっぱすごいだからね普段ラジオとかやってる他のプロの方々というかさ、うんね、自分で番組持たれておられる方々ほんとすごいなって思うよね、うん、<laughs> <laughs> ネタのさボキャブラリーというかさそうそうそう,そうジェームスやばくないみたいなやばいよねそう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 そ FM のスタジオに入らせることってんだけどあれってね自分でも音鳴らしてるんだわあそうなんだポン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 しながらだもんでんかこう自分で DJ ダみたいなズをこう着ながら話したりもしてるから自分のタイミングでステッチをポン流したりとか自分のタイミングで音響鳴らしたりするからジェームスの「ジェームスお前はバカか?」みたいななあるじゃんあれもここら辺に置いてるん自分でポンポンポン押してやってあれはね でもあれよだって自分でさ話しながらやれちゃったら、うん、できないじゃんできないもうスタッフさんのこのポチのおかげでもうありがとうございますもありがとうございますこれ,これをさしながらって絶対できない、ねうん、それすごいなと思って、ね、それ自分で演出してるってことやもんねそうそう,そう,そうすごいなゲストと会話しながらさうん、うん、ボキャブラリーもさしながらさでしょもうあの放送域ってもうえぐいじゃん、うん あれだからもうエンターテイナーで、ね、こうやってし当たり前でしようあれがすごいなと思ったからね、うん、そういうふうに思いながら、まあ、今回さ僕らも,もう今9回目でね来月もね10回目とかがあるかなと思うんですけどその中でも、ね、やっぱこう振り返ってみるといろんな人と話してきたしさっきと話し途中だったんですけどなんか13年目の友達とさ2週間に1回。 五十分間淡々と話すっていう会って、なかなかない。ないです。なんか飲みに行くとかも,返すも、会社もなんかさ、お互い忙しく減っちゃったりとか。この前久しぶりに飲みに行ったんですよ。あの、二人というか、みんなで飲みに行った。僕は嫌だったんですよ。あ、でやねん。でやる、<laughs> <ら>渋々ですよ。渋々やもんで、楽しかったっすよ。うん、もう、なんか、平日なのに、なんか、結構、なんかね、勢いよく飲んじゃうとか、あったんですけど。それもやっぱ、昔ながらの友達と、なんか、こう、会える、普段なかなか飲むこともないので、僕らも。 日常的にもあ嬉しかったなと思いながらもう蓋開けたらあでも2週間に1回俺たち話してるよなみたいなうん、うん、っていうのはなんかうれしく感じますよね確かにそうだねまあでもこれからは2週間に1回どころかね、うん、もう毎週会っ <laughs> あったりするのかなあったりするのかなそうなんですねもしかしたら毎週お会いすることにあので某すごい祭りがあるに、うん、そうだねすごい祭りりがありましてそこの すごい祭りの中の某すごいチームにミハイルさんはもう長年ずっと所属してましてねああ松井さんも所属されてるんですよね <laughs> 僕も所属させていただいていて <laughs> やっぱコロナ禍っちゅうになかなかねあのやっぱかなあ自分の会社をねあ,のあってなかなかこういけないなってなってるんですよ今もあのねこれもう是ご覧になってい,るいただいている方々にメッセージを届けたいんですけどえっ、ー、と「いやどうしようかな」みたいな、えーと「やれるかな」とか。 えっとこれ進んでも大丈夫かな？みたいな感じで、ちょっとなかなか人生ってたくさん選択の連続だと思うんですよ。僕はその選択が迫られた時にまあ、いろんなあ。あれもあえでも。 これ進んだらこれまずいしなとかえー。でもこれって大丈夫かな？とかって、なんかたくさんあのそこの道に進もうとすればするほど不安なこととか、えっ、ー、と疑問に思うことって、もうどうしても拭えないんですよねな。なんでかって言ったらそこに進んだことがないからえー。でも過去に進んだ道だったら、あでもこここうこうだからみたいなである程度想定ができるし、えっ、ー、と大丈夫だとは思うんですけど、進んだことがない。道ほど不安に思って選択って大丈夫かな？って、自分の心がぶれちゃったりする時もあるんですけど、そんな。時 こそ、えー、とできない方法を考えるよりもできる方法を考えるもうすごい軒並みな言葉でしかないけどまずはどうやったらできるかな直したらできるかなっていうのを考える思考を日頃から持っておくだけでもすごくポジティブになれるし何、えー、だろう日々が明るくなってどん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 できるできないにかかわらずいろんな情報が自分の手元に入ってきやすくなるんじゃないかなっていうふうに僕は考えてるんですけど話を続けてください。<laughs> あのさ今俺ずっと思ってたのが今の話のバックミュージックが欲しかったよね情熱大陸的な,なんか <laughs> ずっとなんかこう欲しかったなとはいはい,いやまあでも今ね長野さんがおっしゃる通りでねやっぱ悩む時点でやりたい気持ちが強いと思うんですよね無理だったら無理って言うんだけど忙しいんだよなけどなんちゃらっていうけどの後が結構強い気持ちだと思っててそれが今強くてね、はい、だから今多分おそらくこの生放送のこのねあの デジタルタトゥーじゃないですけどさあの残るネット上に残るものってデジタルタトゥーっていうのですよね、はい、なんかツイッターで書いちゃって黒歴史みたいなやつってあれはもうタトゥーとして残るみたいな、はい、でもここで多分僕が長野さんにね網晴さんに「あのまあ週一で踊る」あの「アーかもね」っていうことによって多分僕は気持ちが多分入ってくると思うんです、ね、はい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 やっぱあるんですよあの名古屋には、はい、で,でどうなんでどうなんえ,え,え結論え いやいやあの一応視聴者さんの方々に、まあ、分かりやすくあの8月に日本ど真ん中祭りがあるんですよね、はい、もうずっと僕らの回見ていただいてる方は分かると思うんですけど、はい、僕ら2人とも過去昔から洋作公をやってましたあそう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 こちらこちら,こちら,こちらです、ね。こちらですね そう日本ど真ん中祭りがあって、はい、そこのチームに僕も彼もずっと所属しているんですけど僕はずっと今でも現役なんですよ。はい、で彼はまあちょっと仕事がお忙,あの忙しいっていうのもあるのでちょっと落ち着いてて、うん、で今年の夏はどうするかみたいなところでずっと葛藤してるんですけど、はい、まあ出ればいいじゃんっていう話なんで踊ればいいじゃんえ <laughs> なんで踊んないの?」って言ったら「うん、えでもいけ練習いけるか分かんないよ」みたいな「いやいけるか分かんないですけどいけるように頑張るんだよ」みたいな「<laughs> それはそうでしょ」って言って「<laughs> そ,<う>それはそう」って言って。 ねだったらもう出ればいいじゃんみたいな「えー、でもあこれですよさっきの <laughs> さっきのですよこれ」「でも」みたいな「いけない」とか「結構、はい、稽,稽古があって」とか「仕事が忙しくて」いやいやみんな一緒条件一緒出るか出ないかただそれだけなのに「でも」みたいな「やばくない?え」<laughs> えやばくない女女女女子子子子よよりりしてる見 本当に僕らのチームってまあすごいことやるんですよねだからやっぱね僕もなんかこう10年間踊ってるからこそあの中途半端になっちゃいけないという気持ちもやっぱあるんですよねあなるほどあ <laughs> そういうことねあ<う>じゃあ僕割,あ<の>割り込んでいいですか、はい、割り込んでいいですか、はい、中途半端になっちゃいけないなという気持ちもあるんですよえっとですねあのまあなんか僕らって学生の時ほど時間も,、はい時間も 時時間間ががなないいいじゃん特にお金っていうよりかは多分それは何でかって言ったらお仕事があったり、うん、他にもいろんな関わる人が増えた分優先しなくちゃいけないことが増えたりっていうことで、うん、学生のまだ何もあの周りとの関係値がなかったよさこいだけに没頭すればよかったあの時の時間と、はい、今僕らが過ごしてるこの時間って同じ1時間2時間3時間であっても多分価値違うと思うんだよね。っ、うん、ってなってなきた時に この3時間確かに真剣に3時間分取れないやってなったとしても中途半端っていうのは物の言のい,いようなわけで僕は今まで3時間に対して真剣に取り組んでましたよっていうのを1時間に対して真剣に取り組んでますこれ中途半端ですかあーなるほどね僕は限られたこの1時間の中だけで、うん、濃密なすごい時間を自分で過ごしたいと思ってます、うん、これ中途半端ですか違うね違う ようやるかやんないかなんですよ。うん、これ、こばつり踊るか、今年、はい、いつもそうなんですよ。本当にこんにゃくみたいにない。こばつり踊るか、これ。そうなんですよね。で、僕、なんかよさこいの、そのチームの方で、はい、えっと。まあ、今年、去年、一昨年ぐらいから、まあ、振り踊りの、その振り付けみたいなところはずっと考え。うん、あの、例年、僕も作ってたりするんですけど。うん えと去年ぐらいから一応その構成みたいなところをメインで考えさせてもらってて、うん、例えばここで女の子がこう広がってきて道具でこうやって使,使いたいなとか,なんかそういうんていうの演出ところも一緒にやってるんですけど僕は言いたい彼はいこれのね言葉ね一番グッとくる言葉なんですよねやっぱね

これも決まりしたよもう行ったからにわれてるわでしょうん言ったからねで俺火曜日練習行けないよ土曜日練習行くよ5月ちょいちょい行くよ土曜日練習行くよケーでデジタルデジタルタトゥーですねこれはそう完全にそうですうわここで引っかっお待たせいたましょうはい決まりました 本当とまた後で詳しく話してくださいね。でも6月以降でしか俺踊れん分かった分かったっうるさいうるさい <laughs> うるさい <laughs> まだ今でも覚えてるのあるんですよあの社会人1年目になった時これ何回も啓タにも話してるんですけど社会人1年目になった時にあの僕踊らないこと決意したんですその年はね「ど祭りを」をやっぱ社会人1年目だからちょっと自分も社会人に集中するわみたいなでも啓タたちはやっぱ踊ってるんですよねでど祭り当日に僕お手伝いっていう形でチームのね行ったんですよ お手伝いさんと踊り子は衣装が違うんですよ。そうですね、うん。どっちもかっこいいんですけどね。うん、で、僕は踊り子でゃなくて、土祭りのお手伝いのあの衣装を着て、あの土祭りのカグラのチームのお手伝いをしてたんですよ。で、その当日土祭りが終わってもう、まあ、終わりましたと。とで、みんなもう達成感と共とにこう汗も涙もこうわーってなってる中で僕だけなんか。あれなんで俺衣装違うんだろう。っていう。去年まで踊ってたのにみたいな気持ちになった時にミハエル君は直で。 あれなんでお前衣装違うのみたいなもったいねみたいなあれにやられましたね大体ど祭り踊るか踊らんかのきっかけを作るのはこの子なんですよこのすごいあの昭和のキャスターみたいな顔してる <laughs> いや違うます、ね、あとはこんにゃくみたいなレンタルやから, <laughs> からこういうふうに誰かから背中を押してもらわないとなんかね踊るっていうことすらも決意ができない、うん、ああそうなんです 神楽です。神楽です。ありがとうございます。ありがとうございます。神楽です。今年もかっこいいですよね。もうそうなんですよ。本当に、しんのこの言わずに、最初から踊るっていう。<laughs> ね。そ <laughs> うしなければ、ね<う>これ、これだけ見る時間も、これ10分分ぐらい1個分な、本当に僕がど祭り、踊るか踊らんかで、<laughs> この世界。これね。あのね、こういうところで、なんか決意が固まると、なんか。なおさら、出なあかん、なってなりますよね。そうですね。 まあ、出ていただかないと困りますよ。本当に。あしかも、だんだん、まだ一番なんか思うのはさ、やっぱ年を取るにつれて、踊ってる仲間がだんだん減っていくんですよね。そうだね。うん、だみんながおるう,うちに、ね、あの、踊って優秀な人を数えたいなと思いますね、うん。そうですね。これがね、なんか四十五十とかになってさ、なんか。今の僕らみたいな踊りをさ、うん、本気でやろうよみたいな、な、うんで出ないのっていうふうに共有したら、俺思うで、それはパワハラやと思ってうん。<laughs> そうね。そう<れ>そうね。それはパワハラよ。さすがに体力の限界を知ってるよと思って。はい、でも、まだ二十。 ハです二十八でしょ二十九年。二十八って若いですよねまだ。まだ若い。若いよ。若いよ。楽しみあ、おしあえ、おお僕らだ待って、ケータ顔ちっちゃいーチちチェイス、モノトチちっちゃい。顔ちっちゃ。イス、モノトみたいな感じ。これこれ、いつだっけこれ。 これは三四五年前ぐらいですかね、多分ね。二千十九だね。十九か。十九<う>。十九だね。社会人多分三年目とかじゃない。わあ、この時ぶりに僕は多分踊るんですよ、がっつり。ね。僕いろいろあったんですよね、この年。そうだね。はい、あのー、まあ、行っちゃうと、あの、僕前人字靭帯断裂したんですよ、いろいろあって。うん、そうなんです。もう人体断裂しちゃって、全治半年とか。 で僕手術して人体治ってからあのずっとあんまり運動という運動をねがっつりしなかったんですよね。なのでまあその年から久しぶりに踊るとなるので気合いぶれるな感じ、ね。そうですよ。<laughs> そうでもあのずっと気になってたことがあって。<laughs> はい。あのスタッフさんの小指がめっちゃパンパンに張れてる。<laughs> いやもうそれね。<laughs> てて何があったんだろうと思って。折れちゃったのかな。折れ,れちゃったんですか。あ怪我しちゃったんですか。 あ切っちゃった。<ー>あ<ー>痛い。そうだかあのスタッフさん今日はあの優しい方がついてくださってるんですけどあの右手小指が <laughs> あのもう包帯ぐるもう。 パンパンに腫れてるなんか白いマイクみたいになって。<laughs> これ、いや,いや、ピンポン。と、これでも、ああ、い,い、いっちゃいけないよなと思いながらも。めちゃくちゃ痛いなと思って。っ何、何があったんやろなと思って、まさかこの放送中にねじる。<笑><笑>ことやろうと思ってなかったんですけど。どね、あの、どまりのお話で、こうやってたら、わと盛り上がりました、ね。残りあと二十分ぐらいになったんですけど。<laughs> まあ、ここでね、まあ土祭、どまり、僕だけの話だと、申し訳ないので。まあ、おのおのでさ、今日せっかく時間があるので。うん、と、こう、話したいネタ的な。そうだな。 ネタか。なんかありますか、ミハイルさん。あ、僕なんか、ちょっと最近、ちょっとプチ、ハマってることが一個だけあるんですよ。お、プチハマり。そう。皆さん、メルカリって知ってますか。ああ、知ってる。知ってますか。知ってる。ピンポン。み、皆さん、意外と知らないと思うんですけど、メルカリって。存在は知ってるけど、あんまり細部は知らない。あ、本当です。存在は知ってる。まあ、さすがに知ってるかな。ああ。メル。 最近本当に最近なんですよ僕もあのアプリをダウンロードしたこと自体が最近ダウンロードして家の中にあったポケモンカードとか、うん、遊戯王カードとかこれなんか一回出してみるかみたいな感じに思ってこうやって写真撮ってめちゃくちゃ適当っすよなかポケモンカードっていうのは、えっと、エネルギーみたいな形で書いて出したんですよ。うんうん そしたら1時間すごい売れるんだよみたいなええみたいなそのリ,アリアルなカードとかねそうリアルなカードああえっ<で> 2>, 2枚が 2>、うん、えっと1500円ぐらいで売れたんや 2>, 2枚で2枚ですねえね<で>ポケモンカードって1パック<ん>その値段買うとしたら一般的に買うとしたらえー、一般的に 例えば、こうポケモンカード欲しいなってなって、ね。ああ、そういうこと、あのコンビニとかでもポケモンカード、まあ、なんか最近はその転売屋の人とかが多いから。その購入制限みたいな形で、一人二パックまでですみたいな形でやってたりとか、えー、そもそも。なんかその転売屋対策で。あ,あ、そう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 ,そう,そう,そう、ポケモンカード。あ、こんなにあるんだ。そう、なんか最近転売屋対策で、そもそもポケモンカード扱ってないみたいなコンビニもあ,っあったりするんですけど。はいはいはい。 でもなんか純粋にポケモンカード始めたいって思ったらこういったカードパックを買ってもいいし、なんかトレカショップとかで自分が欲しいカードをみあの見て買ってもいいしデッキを買ってもいいしみたいな形で始められるんですけど、はいはいはい。なんか僕こんな形でいいんですよ。一枚一五万七千とかあるんじゃ。あるある。だこの間さあのレイワの虎さんの番組でえとヒカルヒカル。あはい。あ見ました見ました。あれあの回でも言ってたんですけど。 ああそう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 ,そう<ー>なんか「リーリエ」っていうカードだったかな確か、うん、リーリエっていうカードが1枚で100万ぐらいするんですよ、うん、100万,100万はっそうそれぐらいポケモンカードって今だいぶ高騰してて正直多分もうこれを超える高騰ってもうこの先ないんじゃないかとは言われてるんですけど、うん、なんかそれぐらいポケモンカードだったりトレーディングカードっていうものに対しての注目が今

ポポケケモモンンですねそ <laughs> そうそうポケモンやから、うん、も物によっては可愛いから、うん、その女性人気みたいなところもある分、うん、その男性と女性が両方とも健在して,て、うん、かつ日本国外にかかわらず、うん、幅広くはやってるっていうのが今これだけバズってる理由なんだよね。うん、え,ー、えこのメルカリとかでバズり始めたなんかきっかけとかなんかあったのメルカリでバズってることはないんだよ、うん、まず。 このさ左上の79万9千8 0あこれがリリーこれがリーリーなのかなあなるほどリーリーってポケモンなのえっとね女の子だねあ人間人間あ人間がポケモンカードになってるんだそうんかすごい世界だねそうなんだってええ主人公なの主人公なのかなんかちょっと分かんないけどジムリーダー的な感じなのあジムリーダーがこんな高いのそう何か女の子の可愛いイラストがめちゃくちゃちゃ 高値がつくんやって、こ<ー>の間、ね、新しく出た最新のパックで。うん、それの一番のあたりのカードが、それもまた女の子のイラストなんだけど、うん、なんか一番最初出始めり二十五万とかだ、ね。二十五万。たった一枚たった一枚二十五万だけど、うん、そこから値崩れして、だんだん安くなってみたいな感じらしいんだけど。うん 例えばさ俺も実家にさ昔のポケモンカードとかはあると思うんだよね昔の有料カードとかそれも今売れるの売れると思うけどまあでももちろんものによるけどねものによるけどまあでもある程度売れるとは思うし中身確認してからやけどそんな感じでさ自分でこうやって出してみたわけやんかでんかこの2枚がさ1500円で売れたわけやんかでなんかめっちゃ昔のカードで俺ミュウのんかね 何のシリーズか,か覚えてないんだけど、うん、ミュウのカードがあったやんポケモンの、うんうん、ミュウってわかるあのー、ピン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 ンされてるああそうそう、あのー、ミュウ2じゃない方あ,<ー>あのちっちゃなミュウのさかわいいやつがあったんだけど、ま、若干傷はあるけどこれ売れるんかなと思って1枚出したよや千、うん、円8000円 1>, 1枚でで売れたでも傷がついてる昔のミュウそう八千円朝5時に出したよやんこれ朝5時に出品してみて そこから三十分後にそのまま購入。マジで。そう、やばくない。八千円。ビビた。えっと、そのカードはさ。さあの、<laughs> 俺たちが。小学生とか。ぐらいの時とか。そう,そう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 。<あ>めっちゃ昔だね。うん。え、ポケモンカードと。遊戯王カードもあるでしょう。ん。遊戯王カードも人気だね、今。えっと、人気なんだけど。ポケモンカード、あ、じゃ、遊戯王カードって、ポケモンカードよりは安いんだよ。 でもプレイヤーの人口、まあ、人口数ってどっちも人気は人気なんだよ、うん、でもなんで遊戯王の方が安いかって言ったらその分遊戯王のカードが刷られてるからあー枚数がそう単純にポケモンカードのが枚数が少ない分手に入りにくいから高値になっちゃう、うん、でも遊戯王カードは人気のカードがあってもそれがたくさん刷られてるから、うん、ある程度の価格で買えるみたいなはあ<ー> なんかもうすごい世界だね。そう面白いよね。メルカリってなんかあの日用品的なやつとか服とか売ってるイメージだったけど、うん、そ,それかカードとかね、あのコレクターになるものも結構売ってるんだね。そうなんだよね。なんかしかもなんかこれが難しいところでもあるし面白いところなんだけど、うん、例えばさ。 この水、えー、となメルカリの最低価格最低価格が300円以上なのやって300円以上なんか何十万円以内みたいな感じなんだけど、うん、じゃこの水300円で出しますみたいな感じで出すやん、うん、でかか仮に300円で売れましたってなるやん、うん、そしたら手数料10%取られるやん<う>そしたら30円引かれるか270円やんか、うん、そこから配送料も引かれるから、うん、そ,うそれが200円ぐらいかかった時にもう手残りなん 100, 100円100円だよ<あ> 送するんだねこっちから郵送しないといけないからカードをさ郵送するきはどういうふうになるんですかえっとあのね一応梱包してカードをスリーブとか入れてそれをまた封筒に入れてコンビニに持ってって封筒できるんだそうええじゃあ安くするねそうだから配送料210円とかかなでコンビニで QR コードをマルチコピー機みたいなやつあるじゃんあれにかざすとんかその 受付電票みたいなやつが出てくるから、うん、それをレジに持っていくと、えっと、貼る用のこうやってペタッて貼る用のレシートを入れる紙が出てあもらえるからそれをその封筒に貼ってレシートを入れて,て私はこれで終了、うん、終了その実際に購入した人に届いて、うん、その人がメルカリのアプリで受け取り評価。うんうん えとちゃんと届きましたよこの人の反応、うん、対応良かったですよみたいなそうやって評価をしたらこっちに通知が来て、うん、で俺もその応対が優しい人でしたみたいな形で評価をしたら、うん、そこで初めて取引が成立あであでお金がもらえるのそうそこからあの送料と,、えー、と手数料差し引かれた分が借金されるへえ<ー>そうなんですよちょっと実家帰って見てみようかな昔の聞き出しとかこううん出てくるもんねあるあるマジか意外とある ちっちゃい頃ね俺ねカードねあればっかやってたんだよねプラキューチップスあでも物によって売れるんじゃないあ売れるんだうんありそうだよプラキューチップス俺結構集めてたよめっちゃレアとかうんめっちゃあった気がするあるんじゃない普通にでそれを例えばどれぐらいの金額なんだろうってのをメールカレー上で調べたりするあそう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 調べて調べてでこれねあの他のカードとかでもそうやけどあそう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 ええすげえ でもねこれ注意点があるよ自分が持ってる昔のポケモンカードとかでもそうだけど持ってるカードを見てこうやってメルカリで調べてあこれだって例えば一番上の左から2番目2,000円ぐらいするじゃあ同じカード持ってますあこのカード2,000円の価値があるんだこれはバツあそうなんだこれはなんでかって言ったら売れてないからあそういうこと提示した価格に対してまだソールド言ったら売られてないからここで 例えばなんだろうな他のポケモンあこそうそ,うそう下のやつとかこの価格だったら売れるんだっていうので自分のカードの価値をなんとなく見定めあ売れてるからこそこの値段で需要があるそう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 ,そうなるほどねだから普通に一概に2,000円なんだなこのカードはって思っちゃダメはい、はい、あーへえこれ面白いよね面白いね面白いねか家にあったさなんか俺ちっちゃい頃、うん、その 映画館に行ったときに。皆さん、買ったことありますかね。映画館の。メダルってあるんですよ。メダル。メダル。知ってます?。なんかさ、映画館用メダルみたいな。あるんですけど、各作品ごと。えっとね、なんて言えば、ちょっと、出せますかね。映画館メダル。作品のメダルってこと?。あ、そう、例えば、ドラえもんだったら、ドラえもんの。えっと、ワニャン時空伝の。えっと、メダル。あ、そう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 、こういうやつ、こういうやつ。 はあ、これ映画館でもらえるのいや買えるんだってこれ買えるんだそう購入ができるはあ俺ちっちゃい頃なんかポケモンとか、うん、ドラえもんとかクレヨンしんちゃんだからこのメタル結構買ってた時期あったんよあそうなんやそうんでか知らんけど、うん、1>, で1個多分1,000円ぐらいかな1200円とかで買えるのかな、うん、でそれ買ってたやつがあったから、うん、それを意外とメルカリとかにも出したらこれ 買う人いるんよ意外と。いるんだ。そう。あの、でほん、でも、なんか、左上があれかな、売れてますよってことかな。あ、そうだね。あ、でも、確か、結構売れてるね。うん,う,んうん、うん、うん。 これ一枚いくらぐらいなの原価というか、買うときは。いや、それがね、多分千二百円か、千五百円ぐらいなのかな。ああ、それがだんだんこう値段が上がってくる。そう,そうそうそう。だから意外とファンの人が多いような映画の作品とかは、<ー>なんかそういった映画グッズとかも買っても。うん、もしかしたらメルカリとかで使えるかなとか、なんか最近ちょっとね、うん、研究をしてるんだよね、メルカリを。<laughs> 教えてもらおうかな俺もなんかちょっとカード出したなってった全然あのカード預けていただいたら、うん、出品するぐらいのサクッとマジで、うん、クラファンとかはやろうかなと思ってたけどね最近ねやったことないからさそういうの、うん、気にはなってたけどな 全くやったことなかったけど意外と誰でも簡単に始めれるんだなっていうメルカリってさ要はフリマサイトやからバザーみたいなイメージなんだよ「今この水あるんですから買わないですか?」みたいな「この水定価だったら100円やけど僕半分飲んだで50円でいいですよ」みたいな「買いませそうそうそう要はそういうことやからそれをめちゃくちゃお手軽に誰でもできるよっていうのとしかもメルカリでたまったそのポイント 自体をコンビニとかでそのままメルペイとしても使えるし、ア<ー><う>イアイディが使えるお店だったらどこでも使えるし、じゃ飲食代でもそう使え,使える。うわすげえ使える。でも億万長者みたいにするんだ。そう借りでめちゃくちゃ売ってますみたいな。<う>かな。ええー、すごい。うん メルカリかちょっとやってみようアプリは入ってんね確かにあんまり見たことなかどれぐらいの金額でんかあるのかなと思ってそうだよね見たことはあったんだけどねあんまり使う機会ないもんねないどうしても手に入りたいものとかはんかアマゾンとか見に行っちゃうもんね結局見て値段だけ見て現地で買っちゃうとかってあるからはいあそうでんかねもう一個ねこれ注意点なんだけどアマゾンは意外と正規の公式の商品ばっかりじゃないそうなんだそう えっとねそこに出品してる人たち自体が転売ヤーの人たちもいるあえ、Amazon、って誰でも出せるあれ誰でも出せるそうこれみんな知らないんだよえじゃ業者だけかと思ってたそうね、うん、俺もそう思ってたんやけどあでも個人では多分出せないと思うんだけど<ー>例えばそれを業者なんだろうな事業登録してみたいな形でそれを、うん、あの投げてますみたいなショップとして投げてますとかただ一応誰でもできる、うん、はできるのよ えっと、まあ、本当に何を買うかは分かんないけど、うん、まあちゃんとこの商品大丈夫かなみたいな,、うん、なんかメルカリよりもさ、うん、あの敷居が高く思えるよアマゾン高そうな感じはするでもそれは事実そうなんだよ、うん、メルカリの方があメルカリの方がというかアマゾンの方がもっと公式の商品のラインナップが出てたりはするんだけど、うん、なんかメルカリはしたら C2C というかさでアマゾンは B2C だったけど、うん、全然それは個人でもやれる仕組みはあるんだそう

昔なんかさヤフーオークションとかうヤフーオーオクションであのなんか欲しい僕あの昔やっぱ僕ずっとスター・ウォーズが好きなんですよねうん、うん、スター・ウォーズが好きであのベーシックフィギュアってのがあるんですよ、うん、あのキャラクターがなんかちょっとあのフィギュアになってるみたいなうん、うん、あれをあのスター・ウォーズって作品が終わるともうどこにも売ってないんうん、うん、トイ・ザ・ラスにはシーズン中はあるけど終わるとどこにも売ってないんだよね、うん、あれをめちゃくちゃ集めてて、うん、あヤフーオークションでめちゃ勝て倒れるそれ売れるんじゃないあもうでも開封しちゃってるからね でも売れるとになんか人形としてずっと置いてただからまあほは若干かぶってるけどほこりはちゃんと拭いた上で僕もねあれなんですよコンビニで当たった昔の「ワンピース」のえっと一番くじあるじゃんのラストワン賞ラストワン賞どれぐらい前かな十何年前ぐらいのやつあ十何年も嘘か「ロウトラファルガーロウ」の「 ラストワンショはたまたまいいにあっていつのやつやろとか思ったんやけどそれなんかまあ誇りかぶってるけどまあ出せるかなって未開封やったから出品してみたらそこ売りしょマジでいくらぐらい ?2000 円やば全然だってもうさそのままだって誇りかぶったもんだったんでねしかも昔一番くじって今は七750円ぐらいやけど昔は500円でかいかああ安かったね確かにそうそうだからもう普通にプラスになってるしみたいなええ ムカじゃあもう家には宝の山がいっぱいあるかもしれない。意外と買ってくれる人多いんだよね。着なくなった服とか。そうそうそう。あーめっちゃあるわ。うん。めちゃめちゃある。サイズ入らなくなった服とか。あると思う。<ー>普通に。すごいな。なんかもうあ気がつけばエンディングです。<laughs> <laughs> <laughs> 気がつけばエンディングでございます。まだ、あ、本当にねあの <laughs> <laughs> あと三分ぐらいあるからねあのメルカリの話とね僕のネタはね完全にあれなんですよなんか。 最近。 選挙あったたじゃん、はい、あの今さ話したやつ、はい、あれもなんだけどなんか最近ここ最近の地方選挙で20代で当選してる人がめっちゃ多いんうんでも最近だと隣の日清市でも26歳の吉野君っていう僕の友達うとか後輩ちょっと関わってた後輩がいてがあの今回日清市であの最年少で最高過去最高得票数でえすごいそう周りの人たちは1300票とか1600、うん、票であの当選、うん、その子は初当選で4何百票っっすごくな、ね、い すすげえ私兵庫県の芦屋市かな、うん、で、あのー、市長になった子も26歳へ<ー><う>すえすごい最年少市長になってたりしてで26の代とかがめちゃくちゃ今で高山市でもこの僕昔ちょっと一緒にやってた子が29歳で高山市で今市 市議会議員か、うん、になったりしてるから最近なんか20代で政治に行く方が増えてるかなと思ってて若い子、まあ、これから20代30代の政治家がどん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 増えてくるんじゃないかなっていう期待を込めながら、うん、僕はその話をしようと思ってたんですけどあのメルカリの話には僕は勝てなかった <laughs> めちゃくちゃ興味津々になっちゃってる。<laughs> う自身の手よりも実用性がめちゃくちゃもあってねなんかすごいなと思ったんですけどもと、はい、いうことなんですがねもうあっという間でしたがう意外とこういきり出したらねもう終わりですよ一番初めの、ね、デジタルタトゥーの僕がドマツリンに、ね、踊とうっていう,ふう,なこう気持ちはある種僕も決意になりましたしあれ時間取られちゃったあんま使わんかった <laughs> <laughs> あんま使わんかったこれ使わんかったでも本当にそこからもいろいろと話をして ま,あね、あのまた次回もねゲストさんが来てくれるかなと思いますのでぜひ楽しみにしていてほしいなと思いますはい、はい、ここでエンディングとなりますが次回はですね5月の12日5月の12日の金曜日の19時からに予定ではありますのでぜひまた次回5月12日の金曜日の19時からも皆様お目にかかりましょう分かりますみんな見てね <laughs> <laughs> はい、ということであの、次回はもしかしたらまた夜からの,、ね、あの放送、生放送になるかもしれないんですけども、ぜひぜひ皆さん、楽しみにしていてください。それでは、今回のフェスティバル名古屋、以上で終わりたいと思います。皆さん、またでーすバイバーイ,バイ,バーイいい目見ろよ。